暑いのにみんなくっついちゃって本当に仲良しさんなんですね。はい、さあそれではショコラが今最後のお友達と握手をしてくれています。はい、どうもありがとう。さあそれでは6人みんなステージの上にもう一度上がってください。キュアパルフェ、ここ名古屋ハウジングセンター西梅森会場に初登場ということで、たくさんのお友達できましたか？あ、いっぱいできて喜んでますね。はい、どうもありがとう。ホイップもいっぱいできた。お友達あ、いっぱいできたみたいですね。なに、あら、そうなんだ。今日はパルフェお誕生日だそうです。みんなでお誕生日おめでとうって言いましょうか。いきますよ。嬉しいね、こんなにたくさんのみんなにお祝いしてもらえるとね。さあそれではまだまだみんなと本当は楽しいお時間を過ごしたいところなんですが、そろそろお別れのお時間が近づいてきちゃいましたね。ちょっと残念だけど、でも今日はパルフェの誕生日だし、カメラもたくさんあるから、ちょっと素敵なお写真を最後に記念に撮ってもらっちゃいましょうかね。よし、さあそれではカメラをお持ちの皆さん、お待たせしました。オッケーオッケー、今から6人でね、話し合いをして素敵なポーズを考えてくれますよ。さあそれでは今からプリキュアたち素敵なポーズを決めてくれます。どうぞ皆さん、その瞬間を狙って素敵なお写真撮ってくださいね。5つ数えます。その間何度シャッターを押してもらっても構いませんので、ぜひどうも素敵なお写真撮っていってくださいね。さあ6人相談中ですので、皆さんちょっとだけ待っててくださいね。大丈夫かな。準備は大丈夫そうですか。いいですか。はい、さあそれでは準備ができたようですので、皆さんもカメラの準備をお願いしますね。それでは行ってみましょう。はい、ポーズ5 4 3 2。さあ間もなく終了になりますよ。皆さん大丈夫ですか。いいですか。0。はい、終了です。はい、どうもありがとう。さあそれではプリキュア6人もう一度ステージの上にお願いします。さあ素敵なお写真が撮れて、皆さんもとっても喜んでると思いますよ。さあ本当にまだまだ楽しいお時間をみんなと過ごしたいところなんだけど、残念ながらお別れのお時間です。それでは最後、みんなで元気いっぱいのまったねーのご挨拶でプリキュア6人とお別れしましょう。大きなお声でお願いしますね。それではいきますよー。